俺は東京生まれヒップホップ育ち、悪そうな奴は大体友達。そんな10代送ってないから俺のリアルを歌うよ。俺は岐阜県生まれインターネット育ち、カボスやってる大体友達。掲示板好きも大体同じ、いろんなスレ荒らしてきたバチバチ。背の順いつも前から3番目、ドッジボール狙われる最短で、成績はわりかしいい方で、行き来するのは家と図書館だけ。いかん理由頭痛学校へ、明日来ないじゃあもう留年です。言われてから通う徹底してる一人ラジオ until 4am。 他人じゃないよ彼は少年へ、僕にはわかるあの衝動性、縛りがあってこその可能性、全く信じられないです。誰にも言えなかったこの本音、誰も言ってくれんかった大丈夫やって。目に見える世界全てがフェイク、ここではないどこかへ、でもどこへ。俺は人間不慣れオールナイトニッポン聞いてた毎週、西川貴教、ナイナイ元やユキコクリーム、ハガキ職人ならシーブタケノリ、録音 MD 教室に持ち込み、アホな教師らの言うこと全無視、安牌で取ったやつら教員免許、教わることなんかマジ何もねえよ。放課後孤独学ぶ図書館で、誰も読まない本、父母さえもテレビ垂れ流し寝るだけ。現状維持やばいないの向上心、家に帰るいる変な占い師、オーラが見えるやばい人たち、父さんの会社なくなってから感じること、ただここいちゃダメ。他人じゃないよ彼は少年へ、僕にはわかるあの衝動性、縛りがあってこその可能性、全く信じられないです。誰にも言えなかったこの本音、誰も言ってくれんかった大丈夫やって。目に見える世界全てがフェイク、ここではないどこかへ、でもどこへ。他人じゃないよ彼は少年へ、僕にはわかるあの衝動性、縛りがあってこその可能性、全く信じられないです。誰にも言えなかったこの本音、誰も言ってくれんかった大丈夫やって。目に見える世界全てがフェイク、ここではないどこかへ、でもどこへ。